か今日だってマチュピチュ村からね帰ってきたんですもんね。もう列車バス乗って列車乗ってバス乗って飛行機乗ってまたやバス大変お疲れ様でございます。もう山の方はいい思いで作ってきていただけましたでしょうかね。ちょっと雨が降られたなんていうお話もね聞きましたけれども、またガスがかかっているとそれなりにガスがかかっているそれなりになんか幻想的な素敵なマチュピチュを楽しんでいただけたのではないかなと思います。皆さん体調はいかがですか。大丈夫ですか。ちょっとお疲れぐらいかなはい、大変お疲れ様でございます。またね明日からは今度イグアスの旅がね待ってますのでね、今日は、この後、和食のご夕食召し上がっていただいてホテルに入ってゆっくりとねお休みいただきたいと思います。ではシートベルトの方もね必ずご着用お願いいたします。皆さん和食恋しいですか。ちらし寿司が美味しかった今日は松花堂弁当です、はい、あのちょっとね、胃が疲れた頃にねあのほっと一息していただけるんじゃないかなと思います。でもペルー料理も美味しいでしょ美味しかったですか、はい、で明日からは今度ブラジル、アルゼンチン、お肉ですね。明日からはもう肉ですね、はい、で最終日はまたペルーに帰ってきますのでね、ペルー料理楽しんでいただきたいと思います。さあではね、この後、レストランの方までリマの新市街ミラフローレスの方までね向かっていきます、ちょうど夕方のラッシュの時間帯ということで、まあ、約1時間ぐらいと思ってください。今ね、到着していただきました、空港がある場所はカヤオという地区です。カヤオという地区でこちらはですね、ペルーの中でも一番大きな港のある町なんですね。で皆さん上空から港などお気づきになりましたでしょうかね。はい、現在、増築工事なども行われていまして、ますます発展が期待される、そんなカヤオ地区に、ね、位置しております。さあこのカヤオの港ですが、まあ、いろんな船が入港し出港していきます、日本の船なんかも、ね、入っておりますが、まあ、最近では、ね、あのだいぶ船の数も減ってはいるんですが、日本のマグロ漁船、日本のマグロ漁船など入港しているんですね。私ももう10年以上前ですけれども、船舶代理店マグロ漁船に食料品とかなんか餌とか、そういったものを卸す、ね、船舶代理店で一時働いていたことがあるんですけれども、まあ、かなりたくさんの当時はね、マグロ漁船が入ってきていましたが、まあ、今はねやはりコストの関係で人件費の関係や、やはりね全ての経費がかかるということでだいぶ船の数はね減ってはいます。まあ、それでも年間、100隻近くのね、日本のマグロ漁船が入港しているといいますね。はい、そんなね日本のマグロ漁船が入港していたり、また、さまざまな、ね船が入港しておりますが、ペルーは漁業も非常に、盛んに、ね、行われています、年間の漁獲量が約800万トンと、ね、言われていますが、今言ったマグロ、まあ、マグロはほとんど輸出用、ペルーの人はあまり、ね、赤身の魚とか青身の魚好んで食べないんですね。だいたい白身の魚を好んで食べますので、まあ、マグロなどはほとんど輸出用で、その他、まあ、カツオ、イワシ、ポタ、こういった大きいポタというのは大イカですね。こんなものがよく取れております。でこのポタも日本に輸出されております。結構身近なんですよ。皆さんもあの
スーパーなんかで冷凍のフライオイカ、肉厚のね、イカなんか見たら、もしかしたらペルーから行ったポタかもしれませんのでね、ぜひ原産地よく見ていただきたいと思います。また日本に輸出された後にサキイカとかイカの燻製なんかにね、加工されております。こんな私たち日本人のね、食卓にも近い食材がこのカヤオ港から輸出されております。また、たくさん取れるイワシね、カタプチイワシいっぱい取れるんですが、やはり残念ながらペルーの人あんまり青魚食べないんです。で、一体そんなたくさん取れるイワシどうしてるのかというと、もちろん一部はオイルサーディンという形で缶詰に加工されておりますが、ほとんどがね、魚粉という形に加工されているんです。飼育用の飼料として魚粉という形に加工されています。現在魚粉の生産量世界1位でして、外貨獲得の有効な資源としてもね、使われているわけです。そんな魚粉工場なども、リマ近郊にね、数多くあります。先日遊覧飛行したピスコなどもね、魚粉工場が非常に多いんです。そんなね、魚介類などもね、たくさん、漁業もね、盛んに行われている、産業ですし、あとペルーはたくさんの鉱物資源が生産されております。銀、銅、亜鉛などね、多く取れています。銀の生産量は現在世界3位かな。たくさんのね、鉱物資源が、生産されております。そんな鉱物資源もこのカヤオ港からね、世界各地へ輸出されているわけです。で、2008年というと、先進各国でリーマンショックなどで非常に大変なね、年だったと思いますが、その年ペルーは今までにない、経済成長率を示すんですね。 9.8% の経済成長率を示しています。それもこれも、工業が非常に、盛んだったためといいます。その後ですね、バブルの始まりということでペルーの景気一気にね、良くなりました。土地や不動産の値段などもですね、2倍から3倍にね、膨れ上がりました。やっとここ2、3年でそのバブルが落ち着いた頃かなと思います。ですのでね、2008年から現在までかなり街の中の雰囲気もだいぶ変わったかと思います。その当時は、昔はね、リマ市内の中にも数えるほどのショッピングセンターしかなかったのが、現在では各地区ごとにね、大型のショッピングセンターが設けられていますし、バイパス道路、また巨大なビルや、マンションの、ね、建設などがね、非常に多く進められまして、一気に、都会化が進んだのではないかなと思います。日本からね、来るとそんなに都会にはなっていないように、ね、見えるかもしれませんが、10年前に比べるとね、だいぶ良、くなってきました。また車の数もそれに応じて非常に増えましたね。富の象徴ということで、車を買う余裕ができた人々がですね、中間層が非常に増えたんですね。ですので、車の販売台数も非常に増えました。しかしね、街の中の道路事情というのはあまり改善されていないために、渋滞がひどくなっているというのが現状ですね。このね、ペルーの、国ですけれども、地下鉄とかはないですね。地下鉄はまだないです。構想予定はありますが、まだ着工も、ね、していないです。また電車は南北リマを1本だけ縦断する電車が走っています。これからもっと増えていく予定ではありますが、まだまだね、リマ市内全域に網羅しているわけではないので、実質住民の、リマ市民のね、足として使われているのが、交通手段として使われているのがこの道路なわけです。
でバスもですね、3年ぐらい前からメトロポリタンガスといってリマ市が運営しているバスが、でき始めました。将来的にはこのメトロポリタンバスがですね、リマ市全域を網羅していく予定ではありますが、現在はまだまだ全域に広がっているわけではないということで、実際庶民の足として活躍しているのが乗り合いバスなんですね。はい、前方また左の方などにもね、そんな小さなバスが走っているのがね、見えるかと思います。空港に来るのにもこれ乗ってね来ましたが、まあ、決して乗り心地はね良くないです。座席も硬かったり穴が開いてたり、スプリングが、飛び出て洋服がね切れそうになったりとか、またもちろんクーラーなんかもついてないです。空調もついていないです。そしてね、なんといってもうるさいんですね。もう本当に騒がしい。まずね、運転手さんが気分よく運転しなきゃいけないということで、バスの中は運転手の好きな音楽がもうガンガンにかかっています。で、車内マナーっていうのはベルないですからね、大きな音で音楽がかかり、その横では大きな声で携帯で話す人、また、スピーカーも、スピーカーを使ってイヤホンじゃなくてスピーカーを使って携帯から音楽を聴く人、大声で喋る人ということでね、もう本当に頭が痛くなるぐらい騒がしいんですね。ただ値段が安いです。安い値段でリマ市内どこでも行くことができるということで、庶民の強い味方です。バスの中には運転手さんと料金徴収係2人が乗っているんですね。なので料金は、この料金徴収係次第ということなんですが、だいたい1ソル、ちょっと長いと 1.2 ソル、もうちょっと長いと 1.5 ソル、始発から最終点だと3ソル。だけど3ブロックだから50センチまで1ソルの半分で乗っけてと言っても大抵 OK です。ただね、その料金徴収係次第なので、いつも同じルートをね、毎日毎日通勤のために乗っていて、いつも 1.2 ソル払ってるのに今日は1ソルで行けたなんて時もあれば、いつも1ソルで行ってるのに今日は 1.2 ソル取られたなんていう時もねあります。ちなみに私の家から空港まで、こういった乗り合いバスで行きますと 1.5 ソルから2ソル、 1.5 ソル取られる時と2ソル取られる時両方あります。 1.5 ソルから2ソル、これをですね、流しのタクシーに乗ったら、流しのタクシーというのはほとんどが白タクです。いつ強盗に早変わりするかもしれないというリスク付き、はい、そういったバスに乗ったら、白タクに乗ったら20ソルぐらいで、ちゃんと登録されている安全な会社のタクシーに、乗ったらですね、だいたい40ソルぐらい、はい、これだけのね、運賃の差があるので、まあ、このバスというのはいくら乗り心地悪くっても庶民の強い味方となるわけです。で、こういったバスですけどね、乗ってるといろんな人が乗ってきます。乗客以外にもいろんな人が乗ってきて、ペルーの社会を垣間見ることができるようなね、そんなシーンが広がるんです。さあ一体どんな人が乗ってくるかというと、まずは物売りの人。皆さんも前回路上でいろんな人がね、物を売ってるのをご覧になったかと思うんですが、そういった路上で物を売る人がバスの中まで入ってきて販売をします。お菓子とかジュースとかゼリーとかアイスクリームとか、針の糸掛けとかね、糸を通す器具とか、本とか、本当にありとあらゆるものをね、持っての、売りに来ます。で、それ以外に、も乗ってくる人がいるんですが、一体どんな人が乗ってくるかというと、
乞いの人なんですね。物乞いの人、物乞いって言っても決して汚い格好とかいわゆる乞食みたいな、ね、格好ではなくて、まあ、普通の格好をして乗ってくるわけです。乗客かなと思ってね乗ってくるわけですが、乗ってくると車の一番前に立って、乗客に向かって言うんですね。皆さん走行中のね、お忙しいところ少しの間ちょっと私の話にね耳を貸してくださいと、自分にはね子供が3人いて、家で自分の帰りを待っていると、何か食べ物を買って帰らなきゃいけないけれども、このご時世仕事がありません。仕事がないからお金がないんです。しかしね、悪いことをするわけでもなく、強盗とか盗みするわけでもなく、こうやって皆さんの協力をお願いしているんです。しかしね、ただで協力しろとは言いませんと言って胸元から隠してあった袋を出すと飴玉がいっぱい入っていて、この飴を1個10センチもで20センチもで買ってくださいというね、ことを言うわけです。まあ、大体みんな話はこんな感じの話なんですが、まあ、その人によってですね、まあ、面白おかしくしてみたりとか、お涙頂戴物にしてみたりとか、まあ、ペルーはカトリックの国なのでカトリックの教えになぞってみんな助け合わなきゃいけないとね訴えてみたりとか、まあ、本当に様々です。その人の話術次第でもらえるね、額というのもかなり変わっていくようです。やっぱりね、一番お金をもらえる確率が高いのは同情を引く赤ちゃんを連れた女性なんですね。やっぱり皆さんね、かわいそうだなと思ってついついねお金を恵んでしまう人が多いようです。でそんなところに目をつけたずる賢い人がですね、最近では赤ちゃんの貸し出ししてるそうです。なので女性がかわいそう、寂しそうなね、辛そうな顔して乗ってきて、自分はこの旦那に先立たれてこの子を一人でね、育てていかなければいけないと、まあ、涙涙にね語ったとしても、それが本当にその女性の子供かどうかは分かったもんではないというわけです。もう物乞いする方もね必死です。手を返し品を替え、40センチもでも20センチもでも多くのお金がゲットできるようにですね、日々、努力しているようです。まあ、そんなね物乞いがいたり、また半分脅しをかけてくるような人もいますね。ちょっとこわもてのお兄ちゃんが乗ってきてなんか嫌だなと思ったら、自分は数日前に出所してきたばかりだと、そんな自分には仕事がないからね、お金を恵んでくれと、もう半ばね脅しかけてきたり、まあ、そんなこともありますけど、皆さんのね、どんな人にお金あげるのかなって見てると、やっぱりこうやって脅しかけてる来る人には渡さないですね。出所したばかりだけれどもこれから更生してね、もう一生懸命頑張っていくのでどうかどうかお願いしますと下手に来ると、結構皆さんねあげているようです。まあ、本当にねリマの、そしてペルーの社会が垣間見られるような、まあ、そんなシーンがねこの小さなバスの中では繰り広げられているんですね。皆さんも乗ってみたくなったのではないでしょうか。はい、でも乗らないでくださいね。はい、ではね、このあと、レストランの方までね車移動させてまいりたいと思います。
なのが巻き寿司。ゴルフ場です。これね、あのお寿司だと思わずに他の食べ物だと思って食べると結構美味しいです。はい、いろんなものがね、いろんな種類があります。まずはあの黒で巻いてあると、外が黒だとあんまりね、あの皆さん黒は気味悪がって食べないので、海苔は内巻きになってるんですね。で、中にクリームチーズとか、アボカドとかフライとかお肉とか、まあ、いわゆるねお寿司ネタも入れますけれども、お刺身マグロとか鮭とかも入れますが、それ以外にもお肉とかね、エビフライとか巻いたりします。で、上から、まあ、オーソドックスにごまが、白ごまかなんかが振ってあるものもあれば、上からチーズがかけてあって少し焦がしてあったりとか、またマヨネーズソース、唐辛子ソースがかかってたりとか、またきれいに、ね、薄切りしたアボカドで巻いてあったり、またきれいに薄切りしたマンゴーで巻いてあったりと、まあ、とっても見た目もね、綺麗です。で、味もなかなか美味しいです。で、今すっごくそれが人気で、リマジュの和食の巻き屋さんがとっても増えてるんですね。で、日系の板さんがやってるところもあれば、最近ではあの韓国人のやっている巻き寿司屋さんも多いですね。で、あのこういったところに行くと、まあ、お醤油もセットされてますが、それとともにペルー人が大好きなものが一緒に、醤油とこれと選んでつけて食べてねっていうことで、テーブルにセットされるんですが、何かと思いますか？やっぱり外国人ってこういうお味が好きなんでしょうね。うなぎのタレ、あの甘辛のお味が好きなようです。で、こっちの人はちょびっとつけて食べるっていう粋な食べ方はできないので、あのソースの中にジャポンジャポンつけて食べるんですね。なのでお醤油なんかも少し、ね、薄めてあります。で、まあ、そのうなぎのタレなんかにもうジャボジャボつけてですね、それを食べるわけです。これが、まあ、リマ流。もうこのうなぎのタレとお寿司のハーモニーがたまらないなんてね、みんなおっしゃっておりますが、まあ、そんな創作和食がね、今とっても人気で、リマ市内にもいっぱいね、そんなお店がね増えてます。ただ今日はですね、そういった創作和食ではなくて、レストラン富士といって今で一番古い、和食料理屋さんですね。静岡出身の、はいはい、静岡出身のね、オーナーが、板さんが経営している正統派の、日本食レストランとなっています。そちらでね、松花堂弁当を、召し上がっていただく予定です。まあ、ぜひ機会があったら、そんな変わり巻きもねぜひぜひ、多分 世界中、日本、あのペルーだけじゃなくて、いろんな国でこういった変わり巻き寿司って流行ってるんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ、最近では食べ放題なんていうのもありますね。40ソルで巻き寿司食べ放題、まあ、ペルーの人たち食べますからね、もうかなり元は取れると思いますけれどもね。回転寿司ね、一回できたんですけど、こっちの回転寿司は高級なんですよ。機械持ってくるのでもね、大変だし、でかなり高級な回転寿司で、結局なんかなくなっちゃいましたね。こちらなくなっちゃいました、回転寿司の機械も。もうそこは、その後は他の和食レストランになりましたけれども、機械ももう外されていて、どこに行ったんだかね、わからないですね。で、まあ、ペルー、今、まあ、和食の話が出ましたが、ペルー料理、今世界中でもとても注目されていて、去年の10月だったかな、イギリスのグルメ雑誌が選んだ世界のレストランランキング50位の中に、ペルーのレストランが3つ入っています。で、そのうちの一番上、上位は4位に入ってるんですね。はい、なかなかね、世界的にも今注目されております。まあ、いわゆるペルー料理のフュージョン、ちょっとね、今風にアレンジしたフュージョン料理ですけれども、世
セントラルという有名なねレストランが4位に、でその後、ガストンというやっぱりペルーを代表する、料理人が経営する、レストラン、カストリート・イ・ガストンというお店がもう一個と、あともう一つ和食屋さんが入ってるんです。ペルーのマイドという日系人の経営する、和食フュージョン料理屋さんが、この50位の中に入っているんですね。はい、最近そんなねペルー料理もなかなか注目されております。日本でもペルー料理屋さんありますが、皆さん行ったことあります？ないですかね。あの、まあ、私も自分が住んでいたのが東京だったので、東京周辺だとあの川崎とかね、川崎に私の友達のお母さんたちが経営しているアルコイリス、あ違う、インティライミ、あとアルコイリスっていうお店もありますね。厚木の方なんかにもありますし、最近では東京の方にも新井商店などあのペルー料理屋さんもだいぶ増えてきているようです。ぜひ、はい、またね、日本に帰ってペルー料理恋しくなったらね、ぜひ日本のペルー料理屋さん訪れてみていただきたいと思います。さあ、だいぶ進んでまいりました。まあ、ここからだったら、本当だったらね10分もかからない距離ではありますが、まだまだ街の中ね、道が混み合っております。もう少々ねお待ちください。で、到着しましたら、いつもと同様、貴重品は必ずご自身でお持ちください。それ以外のお荷物、必要のないお荷物は、もちろんねバスの中に置いておいていただいて構わないです。窓の外から見えないような場所に置いておいてください。